胸のりチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、胸のりチャンネルです。今日はね、またベンツの車内からなんですが、ちょっとね、まあベンツネタとか、車ネタではなくてですね、ちょっとね、商品の紹介をしたいと思います。でね、これから今、まあ5月の終わりなんですが、まあめちゃめちゃ暑いじゃないですか。今日の気温もね、なんと27度になってます。でね、近年ね、もう熱中症とかいろいろとね、騒がれてまして、暑い日が続くわけなんですが、そんな時にね、もってこいのアイテムなんで、ちょっとね、紹介していきたいと思います。このね、デザートウエストさんのネックファンですね。これね、パッケージめちゃめちゃかっこよくないですか。下地が黒で、外がね、こうレインボーに光る豪華な箱に入ってます。ではね、早速ちょっとね、中見ていきたいと思います。はい、ね、これスライド式で中身がこう出てきてですね、そしてね、蓋もかっこよくてですね、こうちゃんとね、紐で完全に取れないようになってます。でですね、中身がこちらになります。こんな感じでね、まずはこれ本体ですね。そして付属しているものが、ユーザーマニュアルですね。これね、しっかりと、日本語で書かれてますので、特にね、迷うことなく使用できると思います。そしてあとは、タイプ C の USB ケーブルですね。それともう一つは、延長保証サービスの申し込みのカードですね。これね、なんと申し込むと60ヶ月、なんとね、5年間品質保証と就寝サービスをしていただけるっていうことで、どれだけね、このデザートウエストさんが、このネックファンに、自信を持っているかっていう表れじゃないかと思います。なかなかね、こういう商品で、5年保証っていうのはね、かなりね、珍しい、保証体制だと思います。でね、このファンの特徴をちょっとね、話していきたいと思います。まずはね、ここにね、ファンが、ターボファンですね。強力なターボファンが1つ、2つ、3つ、4つ入ってまして、風のね、出口も前側左右2箇所と、首筋のね、後ろ2箇所に入ってまして、なんと裏面もね、背中にね、風が流れるように、後ろに2箇所入ってます。あとね、もう一つ大きい特徴っていうのが、こちらがね、こう、コンパクトに折りたためる設計になってます。これね、こんな大きいとね、なかなかね、カバンとかに入らないんですが、こうね、折りたためば、まあ、若干ね、厚みはありますが、比較的ね、コンパクトに収納できます。もう一つはね、こちら見てください、ここの。ここのね、シリコンが、こう、伸び縮みして、まあ、いろんなね、首のサイズの方に、しっかりフィットするような設計になってます。特徴はね、このくらいなんで、まずはね、電源入れてみたいと思います。これでワンプッシュすると、今、1段階の風量で出てます。もう一回押せばね、2段階。もう一回で3段階ね、これマックス出てます。でね、上面4箇所、下面1箇所か、2箇所からね、風が今出てます。で、ここに一時停止のボタンがあるんですが、これ何かというと、まあ、1段階、2段階、3段階、共通なんですが、これ1回押せばね、
ここの後ろ側のターボモーターが停止します。前側だけのね、送風になります。でもう一度押せばまたね4つのモーターが回って全体がね冷却できるような形になってます。操作はね全くね簡単でこれだけですね。もう1回押して2回、3回、次押せば切れちゃいます。で風量なんですが、こんな感じですかね。結構ねこのティッシュまあまあ太く切ったんですが、結構な勢いでね出てるのお分かりでしょうか。こんな感じですね。はい、下側もねこんな感じで、結構ね強く出てます。まあ、下側はねちょっとね上と下が後ろ側もねこんな感じで勢いよく出てます。後ろのね上側もこんな感じですね。はい、こんな感じでね結構ね風がねパワフルに出てる印象を受けます。私ね結構、ここ 2,3 年でですかね、他にも YouTube いろいろ配信しててですね、こういったネックファンに関して動画 3,4 本上げてます。でねまあこういうモーターファンのものであったり、ペルチェ素子がねこちらにね貼り付けてあって、送風ないんですけど冷やすだけっていうものもあったりとか、まあいろいろ試してきたんですがね、結構これね風的にはパワフルに送風されてる気がします。でね実際ね今外で27度の、状況下でね、どれほど冷たい風というかね快適になるかっていうのをねちょっと確認したいと思います。はい、今ね外ねガンガンに27度で、強い日差しが照ってます。こういうね暑い時ってねやっぱりね暑い空気吸って吹き出すので、そんなにね快適じゃないことが多いんですよね。ちょっとね試してみます。今ね風量1です。風量1はねなんかそよ風が来てる感じがします。あ、風量にはね、めっちゃ来てます。ここのね、耳の元と、背中もね、襟元から中に入る感じで、結構ね、強い風が来てるんで、結構涼しいですね。で、マックスの3です。これはね、3はかなり快適です。モーターの音もね、やっぱりね、ターボファンがね、4つも回ってるので、いくらかモーター音をしますが、モーター音よりも、ここのね、風切り音ですね。風がね、ずーっとこう、数メーターの風が顔に当たったりような感じで、音よりもね、風の音で、音を感じてるっていう形ですね。なのでそんなにこちらのネックファンの音っていうよりは風のボーっていう音なんで、逆にねうるささよりもなんか風を浴びてるっていうような感覚に陥るので、音でもねなんか涼しくなるような感じがします。でね実際に風がかなり来てるんで涼しいです。この27度の環境下で日差しは暑いんですが、風がね結構こう涼しい風が当たってるような感じがねここら辺ね結構します。風はね外気温吸って出すんですが、外気温よりも涼しい風を感じます。これね、商品の詳細はね概要欄に貼ってきますので、
興味ある方はね、覗いてみていただければと思います。ネックファンにしてはね、やっぱりね、ターボファンが4つも付いてる豪華仕様なので、通常よりはね、お値段はね、高いと感じるかもしれないんですが、安いものを買って全然効果がないよりはね、こういうね、しっかりしたネックファンを購入していただいて、しっかりとね、熱中症対策を、してみてはどうでしょうか。っていうことですね。今日はね、このね、デザートウエストさんの、ネックファンの紹介でしたね。この動画がね、良かったと思われる方は、グッドボタンと、チャンネル登録もね、まだまだね、こういったアイテムの紹介とか、まあ、メルセデスの、機能紹介、CX5 もね、納車されるので、そちらの方もね、いろいろパーツの取り付けとか、機能のね、紹介をしていきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。